お元気ですか、ボクシミです。今回は 2023BBM ベースボールカードフュージョン開封動画後編の、ナパックやっていきたいと思います。それではね、早速やっていきたいと思います。まずは後編の一袋目でございます。広島カープの増山雄平外野手でございます。で、北海道日本ハムファイターズの宮西直輝投手でございます。で、こちらですね、今永翔太投手で、ね、横浜ベイターズ選手でベイターズですが、こちらね、200C でございます。ちょっと、ね、噛んじゃってすみません。今永翔太投手のね、これ 200C でございます。はい、中日の涌井秀明投手でございます。で、阪神の福原忍投手でございます。これ当時でございますね。で、ソフトバンクホークスの柳田悠岐外野手の、これ最多安打のね、これカードでございます。はい、2袋目でございます。オリックスバファローズの山本由伸投手のね、カードでございます。で、こちらね、ヤクルトスワローズの並木秀隆外野手でございます。で、始球式カードでございます。モデル兼タレントの田中愛理さんのカードでございます。で、これはソフトバンク時代の千賀滉大投手のね、カードでございます。阪神タイガースの村上頌樹投手でございます。で、ロッテオリオンズ時代のレオン・リー内野手でございます。3袋目でございます。ヤクルトスワローズの村上宗隆内野手でございます。広島東洋カープの栗林洋次投手でございます。こちらね、北海道日本ハムの郡司裕也捕手でございます。で、始球式カードなんですが、これは 200C でございますね。 MMB48 の川上千尋さんのこれね、始球式カードでございます。で、横浜太陽ホエールズの畠山仁外野手でございます。で、阪神タイガース時代のランディ・メッセンジャー投手でございます。4袋目でございます。読売ジャイアンツの梶谷隆之外野手でございます。ヤクルトスワローズの石川正則投手でございます。これね、バッチングの方もなかなか珍しいですね、これね。で、こちら始球式カードですね。ポップピアニストの、これハラミちゃんのね、始球式カードでございます。で、これは2000試合出場した読売ジャイアンツの坂本勇人内野手のね、カードでございます。で、こちら打点王の横浜 DeNA ベイスターズの牧秀悟内野手でございます。で、阪神タイガースの大竹耕太郎投手でございます。5袋目でございます。東京ヤクルトスワローズ時代の岩村明憲内野手でございます。読売ジャイアンツの高木隼人投手でございます。で、阪急ブレーブスの山田久志
投手でございます。で、1000安打達成したオリックスバファローズの森友哉、捕手でございます。中日ドラゴンズの柳裕也、投手でございます。ソフトバンク時代の和田剛、投手でございます。ね、現役だったらね、ごめんなさい、本当にね、6袋目でございます。広島カープの新井貴浩内野手です。現在は監督でいらっしゃいます。近鉄バファローズの米田哲也、投手でございます。で、始球式カードですね、女優の春さんのこれ始球式カードでございます。で、福岡ソフトバンクホークスの近藤健介、外野手のカードでございます。これ元ファイターズでございます。阪神の森下翔太、外野手でございます。で、これ最多セーブの、楽天イーグルス松井裕樹、投手でございます。最後の7袋目でございます。北海道日本ハムファイターズの宮西直樹、投手でございます。ちょっと映像がぼやけております、ね、失礼いたします。はい、で戻りますね。宮西直樹、投手でございます。で、ヤクルトスワローズの小澤怜史、投手でございます。福岡ソフトバンクホークスの石川修太、投手でございます。で、200セーブ達成した千葉ロッテマリーンズの増田直哉、投手でございます。はい、で、阪神タイガースの、近本浩二、外野手でございますね。盗塁王でございます。で、最後は横浜ベイスターズでの野村弘樹、投手でございます。はい、以上で2023BBM ベースボールカードフュージョン回収動画、7パック終わりたいと思います。一部ね、間違ったことを言ってたかもしれませんが、その辺はね、大変ね、失礼いたしました。で、また直筆サインカードは出なかったんですが、実はこのフュージョンは、2パックね買っておりますので、もう1パックは、後日ね、やりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。